質問改めてお願いします。影響を受けた人物さんですか？そうですね、先ほどのあの治療産後の野さんという方に料理の仕方を教えてもらって、料理人というものがどういうものであるかということを教えてもらったりとか、あとはやっぱり陳さん、陳健さんがまだ若かった時にあった時に、何しろバラを免疫が笑顔でいることがやっぱり美味しい料理を作れることだよとか、本当に私はたくさんの先輩方がもらったので、本当にそういう、なんだろう、料理の技術を生む人としてまずこうあるべきだっていうことをたくさん教えてもらいましたね。どのところに影響を受けたか教えてください。そうですね、やっぱり何に向かって走っていけばいいのか、料理って修行しても修行してもそんなに形に見えるものじゃなかったり、誰がどう見ていて難しかったり不安になることがたくさんあるんですね。その中でやっぱり立ち止まって不安になる時に大丈夫だよってやっぱり言ってくれる、やっぱり心を支えてもらったっていうのが一番大きいですね。改めて影響を受けた人物、どんなところに影響を受けたかも含めて教えていただけますか？中華の筑豊産の山本さんですね。